日本郵便はネット通販大手のアマゾンや住環境メーカーのナスタと共同で大型の郵便受けを普及させると発表しました。3社はまず10月からは戸建て住宅用、11月からはマンションなど集合住宅向けに大型郵便受けを普及させます。日本郵便のメール便は不在時には各家庭の郵便受けに投函されますが、現在の郵便受けは差し入れ口が小さく、およそ7割の郵便物が投函できない状況です。